さん無駄か無駄じゃないと、無駄か無駄じゃないのかっていうところに関しては、やる前からね、あんまわかんないんですよね。やってみないとわかんないのがほとんどで、まあその起業して成功できますかっていうのも <laughs> その、分かんないじゃないですか、やってみないと。うん だからまあその、自分で稼ぐっていうのは、ほとんどやってみないと分かんないと。で、やってみなくても分かることがあるとするならば、一般的な求人票を見て、えー、ハローワークに行って、ハローワークは一般的ですよね、多分一般常識の中で、就職、ハローワークみたいなのあると思うんですけど、分かってることは、例えば、ハローワークに求人が出てました、えー、固定給20万で出てました、だけど10万しか出ませんっていうのは、多分ダメだと思うんで、ね。 それはないと思うんですよ。ちょっとハローワークに言えばいいんで、いや、あの、ハローワーク見て20万って言ったんですけど、10万しかもらえませんでしたみたいに言えば、多分その、なんか指導を受けると思うんで。だから、分かってることがあるとするならば、まあ、求人票を見ます、まあ、時給がね、例えばセブンイレブンで時給が1000円って出してるんだけど、時給500円しかもらえませんでした。それはもう、なんか、だめですよね。多分ないと思いますし、大体もらえるだろうし、それは分かってるじゃないですか。 だから、分かっていることをやりたいんだったら分かっていることをやればいいんじゃないですかうん。あの、一般常識で求人票が出てる仕事をやればいいんじゃないですかって話で。自分で稼ぐっていうことは分かんないことをやるので、そもそも。起業する分のも、絶対成功するか分かんないですからね、そんなのをやってみないと。起業して、起業したら絶対に成功できるんですかみたいなね。<laughs> 知らねえよっていうね。<laughs> まあ、100歩譲って成功する気はあるのかないのかっていうの前提条件が大事っていうのは一つ言えますよねでもその,そ,その程度の気持ちだったらまあ起業して成功できないよとそんなやつが成功できるわけないじゃないですか起業したら成功できるんですかねみたいな言ってるやつがどうやって成功するんだみたいなだってライバルがねあなたのライバルは絶対起業して成功してやるって奴やつらが全員ライバルなんですよそんな中起業したら成功できるんですかねみたいなね どうやって勝つねんっていうねどうこ、その勝負にどうやって勝つんですかと、逆に。逆に聞きたいですよね。その考え方、そのマインド、その気持ちでどうやってそいつらに勝っていくんだと。ライバルは勝負ですからね。出したとういってらっしゃい。